任期満了に伴い来年1月に予定されている大津,市大津市長選挙に元県議会議員の成田清流さんが立候補する意向を表明しました成田清流さんは大津市出身の48歳留国大学法学部を卒業し滋賀県議会議員を4期務めました大津市長選挙には無所属で出馬します 人口減少社会の中においても大津は人口が増えつつあるそういった地域でもございますそういった地域であるにもかかわらずこれからの大津市を見ていく中でもっと魅力ある地域に作っていいけるんじゃないか輝く大津が作っていけるんじゃないか成田さんは現在の大津市は中心市街地としてのにぎわいがなくなり続けているとして子育ての経済負担軽減や市立図書館 大規模公園の整備など子どもを中心に置くこと、また南北に長い大津市でそれぞれの地域特性を生かすこと、コミュニティバス充実などによる公共交通を軸としたまちづくりなど3つの柱に取り組みたいとしています。なお、次のの大津市長選挙に立候補を表明したのは成田さんが初めてです。 一昨日と昨日、県内ではバイクが関係する事故が相次ぎ、県警が注意を呼びかけています。昨日午後5時ごろ、盛山市今浜町の県道通称さざナミ街道では、ミニバイクとタンクローリーが衝突しました。この事故でミニバイクに乗っていた大宮八幡市に住む24歳の地方公務員の男性が一時意識不明の重体となりました。 現場はは片側1車線線のの直線道路で、警察は事故の原因などを詳しく調べています。また、おとといには東近江市内でセンターラインを越えた 400cc のバイクとトラックが正面衝突しバイクを運転していた17歳の男子高校生が死亡したほか大津市内では 125cc のバイクがガードレールに衝突する単独事故で運転していた 五十四歳の男性が死亡しています県内でこうしたバイク事故が多発していることを受け県警はライダーに対し道路の路面状況や天候の確認のほか適度な休息を取り余裕を持った運転を心がけてほしいと注意を呼びかけています県は医療福祉拠点の整備を進めるため立ち退きを求めていた教育会館について 県が建物を解体することを発表しましままたた今日から始まった6月定例県議会これまで課題となっておりました教育開館敷地につきましては、今後の拠点整備を円滑に進めるため、県が残余財産を引き受け、建物を処分することが最良と判断させていただいたところです。 県庁周辺の県有地に立つ教育会館については、建物を撤去し土地を明け渡すことを県が求めていた裁判で、今年2月に県の勝訴が確定しています。一般財団法人教育会館は3月末に解散しましたが、建物については残ったままです。県によりますと、昨日生産法人から正式に建物を県に贈与する申し出があり、 県は医療福祉拠点の整備を進めるために建物を引き受け、県が解体することが最良と判断したということです。解体にかかる費用は全体でおよそ2億3000万円と見込まれ、今日の県議会には設計委託費などの関連予算およそ1400万円が提案されました。